皆さんこんにちは、フローマスクです。今回はですね、最近ちょこちょこコメント欄の方にもあるアフローマスクの偽チャンネルですね、こちらについての、対処法とかですね、それら諸々についてちょっと説明していきたいと思います。とりあえずですね、 YouTube で今ですね、こうアフローマスクと打つとですね、当然アフロマスクのチャンネルは出てくるんですが、これとは別に偽チャンネルですね、こちらも結構あるみたいで、それのどれが本物かどれが偽物かですね、それを確認する方法を今回は、説明していきます。でまずですね、こちら、これがまず本物のアフロマスカチャンネルですね。で最近ですね、こちらアフロマスクって書いてある名前の横にこのように確認済みっていうマークですね、こちらがつくようになりました。でこちら、この確認済みってあるのが本物の証明証みたいな形ですね。で基本的にこれがないやつですね、このマーク確認済みがないのは全て偽物のチャンネルになります。でこちらは全部ですね、動画とかにもこういうふうにこう動画とか出てると思うんですが、これのアフロマスクの横には必ず本物のやつは全部確認済みですね、これがついていて、はい、こういう再生リストですね、これもちゃんとアフロマスクという名前の横にこれがついてます。はい、で見ていって、この下の方ですね、ちょっと見ていくと、このアフロマスクって書いてあるんですが、この確認済みっていうのがついてないですね。なのでこちらはアイコンとかも全く同じのを使ってるんですが、偽物チャンネルになります。はい、で一応こちらの偽物チャンネルに対してはもう結構前に報告ですね、 YouTube の方に報告しているんですが、どうしてもこれ報告の数とかが多くないと多分優先的にチャンネルに対しての対処ですね、処罰とかはないみたいなので、もし可能であればですね、これからちょっとチャンネルの報告の仕方ですね、どのように報告するか説明していくので、もし偽物チャンネルとか見つけた際は可能であれば報告ですね、してもらえるとより早くこう偽物チャンネルとか対処してもらえる形です。これ全くタイトルとか説明欄もほぼ一緒なんですが、でこれちょっとややこしいところはこの再生リストですね、再生リストのところはこれは本物のアフロマスクの再生リストをこのように貼り付けられるんですよね、人の再生リストも貼り付けられるので、ここは本物なんです。このように確認済みマークありますよね、これは全部本物の動画なんですが、この下の人気のアップロードですね、これはこのチャンネルの動画になるので、ここは偽物です。はい、これ非常に厄介ですね、しかもこっち側はあれが出てないな、名前の確認済みマークの名前すらも出ないようになってるからちょっと分かりにくいですね。報告の仕方なんですが、こちらですね、概要行って、この旗マークですね、旗マークのところを押すとこのように左クリック、これ PC 版なんですが、左クリックするとこのようにユーザーのブロック、チャンネルアート報告、チャンネルアイコン報告で、ユーザー報告ですね、このユーザー報告をまたクリックですね、ちょっとスマホ版はやり方がわからないんですが、このような形でユーザー報告が出てきたら、なりすましですね、これを押していただいて、これで次にこのなりすましの中でどれかですね、もし自分のチャンネルがなりすまされている場合はこちらを押します。でもしこれは自分がフォローしているよくしているチャンネルになりすましている場合はこの上から2番目ですね、はい、これを押します。でこのなりすまし対象になっているチャンネルっていうのは、アフロマスクのチャンネル URL ですね、これを入れます。こちらですね、アフローマスク YouTube ユーザーアフローマスクですね、はい、
これはチャンネル概要欄にも URL は貼っときます。で、報告するユーザーのチャンネル URL は自動的に先ほどのチャンネルが来るので、ここで次ですね、これがアフロマスクのチャンネルですね。ここら辺分かりにくいですよね。はい、でまたこっち側も次へ押すとこのように出てくるので、これでこのような形で、まあ、とりあえず最近のやつですね、結構な頻度でアップしてますね。1日かなりの数アップしてるみたいです。あ、動画5本まで、はい、5本までしか報告ができないですね。これはどうしていけばいいんだろうな。はい、でここら辺がややこしいですよね。名前が全く一緒になっちゃってるのでちょっと分かりにくいんですが、これは確認済みじゃない方のアフロマスクをブロックするかどうかですね。で最後にこの補足情報何かしら入れないと送信できないので、マスクのなりすましチャンネルですとか、なんかまあそんな感じの入れて多分送信すれば、まあ、ちょっとこれはもう押さないんですが、送信すれば報告完了ですね。確かもう報告完了だったはずです。はい、ということで一応今回はアフロマスクチャンネルの本物と偽物の見分け方ですね、こちらの確認済みをチェックしてもらうのと、もしお時間があれば偽物チャンネルの方は報告ですね、違反報告をしてもらえるとより早く対処の方が進むようなので、そちらの方ですね、お願いできると助かります。はい、ということでこれからもよろしくお願いいたします。はい、以上アフロマスクでした。